やめっちゃ軽い。ランニングシューズみたいな。グリーンに優しいです。そうですね、サイクリストがこう本当地面を裸足でやりたいぐらいの人は絶対こっち向いてますね。浮いてる感が嫌な人とかはすごくいいかもしれない。脇を行く。ちょっとよくわかんないけど一応泥っぽい。いやいいですね、いいですね。でも朝よりすごい超飛んでるというか滑ってます。ナイスショットですね。ありがとうございます。うんうん、おお、ナイスでーす。ちょっと脇ですね。脇ですね。お願いします。脇がちょっとこう上に空きすぎて。なんでちょっとあんま上げずにね、脇を締めていきたいと思います。左脇を締めて、そうすると左を使えるのね、左手を。あー、火の中微妙です。まあ、でも入りは良かったね。52だと当たるかもしれないけど、低めで。あ、じゃあ絶対そんな上行くよな。はい、52じゃないです。いいかな。こうね、スパイクですじゃないですか。そうだとあのグリーンを傷つけなくていいですね。そうです。あの結構引きずりをね、はい、結構やる方いらっしゃるじゃないですか。いいですね、軽いから。でスパイクでしたから全然なんかなる、うん、足上がりやすいですかね。足上がりやすいし、こうなる気配がないです。グリーンに優しいです。グリーンナイスショット。すごいいい感じです。
遅れてるけど。いいです。ラフに。ここのツでしました。わあ。うわあ。抜けた。抜けましたね。ああ、バンドかな。ありがとうございます。はい、99 100切り達成しました。こんなこともありますが頑張っていきたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。今回フィッティングしていただいた3足、はい、履かせていただいて、はい、もう本当それぞれ、はい、人におすすめする方法が私はかなりラウンドで変わりました。実際ラウンドしてみて最初に履いた E コンフォートは、幅が狭くて、狭いというか、幅が細い細めの方、はい、縦に足が長い方におすすめ でさらにその革が合皮じゃなくて本革なのですごく足に馴染んできやすい。で疲れにくいしスパイクで地面感に近いという商品だなと思って。でDNA、はい、私は女性って外反母趾多いじゃないですか、はい、多いですね。そういった女性に結構中が広いので親指が当たったりとかその外反母趾の部分が痛いと か小指のなんかこういうところが当たるっていう方にはこの DNA の履くと広い、履くと指がもうこんななるんで、指が本当そこがおすすめだなと思いました。さらにスパイクレス、はい、いやもう見た目以上の高性能、ありがとうございます。軽くて、はい、防水でグリーンに優しくて、で本当フィット感と一番かなりやっぱりスパイクがない分地面に接地面が大きいなと思いましたし、本当走れるし、ゴルフ始めた最初の方とかは、はい、結構走らなきゃいけないじゃないですか。そうですね、走らないとついていけないですもんね。もう上級者にも向いてるんですけど、初心者のゴルファーとかも結構私は走るためにもいいんじゃないかなって思いましたね。そうですよね、はい、なんかフットジョイは本当にこんなにたくさん、はい、いろんなタイプのゴルファーに合った靴があるんですね、はい、そうなんですよね、はい、やっぱフィッティングはやっぱ自分のサイズが分かってない方が多いので、やっぱり一度フィッティングに来ていただいて自分のサイズを把握していただいて自分のプレースタイルに合う靴を選んでいただきたいなって思ってるので、一度、はい、来ていただけたら嬉しいです。お店に、はい、フィッティングに足を運んでみてください。はい、でフィッティングの、ね、はい、できる場所はこの概要欄にあるんで、はい、リンクからぜひ飛んでください。皆さん、お願いします。全国でできるそうですよ。意外と都会しかないと思ってると思うんですが、全国にあります。ぜひここ飛んでください。お願いします。はい、以上です。ありがとうございました。お疲れ様でした。ではまた次回どんな動画ができるか楽しみにしててください。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。